って言ったらいいんじゃないって言われたのでやります。盛り上がったかー。4年ぶりのツインバード燕三条夏フェス2023開催。会場には市内外からの飲食店や協力企業の体験ブースが出展したほか、ツインバード社製品のアンバサダーを務めるタレントで料理家の和田明日香さんもゲストで登場し、30度を超す炎天下の中にもかかわらず親子連れをはじめ多くの人が訪れていました。8月5日に開催されたこのイベント、ツインバード燕三条夏フェス2023は、株式会社ツインバードが2016年から実施しているイベントで、感染症下の影響から今年は4年ぶりの開催となりました。また同社の創立70周年と社名変更を経て初の開催でもあります。今回は燕市燕商工会議所 JA 新潟輝が共催するほか、地元企業を中心に約40の企業団体が集まる過去最大規模となりました。会場には燕三条ビットやラーメン純といった地元の名店をはじめ、東京からゲートカフェが出店。4年ぶりに開催することができます。じゃあ今年は夏フェスやらねんかね。大変多くの皆様からお声掛けをいただいておりました。ようやく4年ぶりに今回開催することができるようになりました。また JA による農産物の直売や地元企業がセールを行う恒例の大倉庫市、ツインバード製品などが当たるガチャには多くの人が詰めかけるなど、午前の開場直後から大いににぎわいました。本社内ではツインバードの自社製品を体験できるブースも設置。燕市のふるさと納税でも人気の全自動コーヒーメーカーの試飲や、ワクチン運搬庫に採用され同社の新たな事業の柱となることが期待される FPSC の冷却技術を直近で見ることができ、市内外の人が同社や燕三条企業の技術力に触れる機会にもなっていました。ゲストにはツインバード製品のアンバサダーを務める和田明日香さんが登場。私昨日前乗りしまして、豆で磨かれたタンブラーで冷たいビールを飲み、コシヒカリビールを飲んで、地酒をいただいてたっぷり充電してきましたので、今日一日、皆さんも一日本当に体調に気をつけて無理なく楽しんで一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。フェス内で行われた和田さんによる料理ショーも満員となりました。野菜の食感を楽しめる焼かない焼きそばやチーズピーマンなど、独創的なレシピをツインバードの家電で実演。来場者からの質問に答える場面もあったほか、新潟が枝豆の産地であることから、逆に和田さんからおすすめの茹で方とかありますかと聞く場面もありました。このイベントを通じてですね、地域の皆様同士の交流、相互理解が深まり、金属加工を中心とするものづくり、あるいは素晴らしい食文化、こういったものを地域の良さをですね、改めて理解するきっかけになればありがたいなと思います。皆さん相当気合が入っているというのはよくわかります。多分過去最大規模になっているんじゃないかな。先週まで2週にわたって燕市の夏祭りやっていて、花火で私はフィナーレをしたつもりだったんですけど、これもありましたということで、企業主催の夏祭りってあんまり例がないんじゃないかと思いますけれど、これからも続いていけると嬉しいなというふうに思っています。2Kニュースでした。